クリーンベースボール。2021年からヤクルトは2年連続でセリーグを制しました。しかし2023年シーズンは4位巨人からゲーム差を大きく離され、5位と不調。投打ともに振るわないヤクルトですが、とりわけ投手陣のデッドボールの多さが話題です。8月27日現在で57個のデッドボールは12球団トップ。他球団の乱闘騒ぎを起こし、ついには他球団の主力選手に怪我を負わせました。なぜヤクルトのデッドボール数は増加したのでしょうか。ヤクルトの吉球。2022年シーズンにヤクルトが与えたデッドボール数はシーズンを通して59個でした。2022年のセリーグでは巨人が65個のデッドボールを与え、リーグ最多です。ヤクルトのデッドボール数は巨人に次ぐリーグ2位。同じく3位の横浜も58個を記録しており、ヤクルトだけが飛び抜けて多くはありません。しかし2023年シーズンはデッドボール数2位の巨人に6個差をつけて1位と急増しています。8月27日時点でヤクルトは115試合を消化しました。残り28試合を残し、2022年に記録したデッドボール数に並ぼうとしています。2022年シーズンからヤクルト投手陣の顔ぶれは大きく変わっていません。2023年からヤクルトでプレーするディロン・ピーターズが5個のデッドボールを記録しています。しかしピーターズ1人の加入がヤクルトのデッドボール数増加の理由とは言えないでしょう。2023年シーズン当初からヤクルトのデッドボールはトラブルを招きました。5月20日の横浜戦で小沢怜史が1イニングに2個のデッドボールを与えます。2個目のデッドボールを受けた横浜宮崎敏郎が怒りをあらわにし、乱闘騒ぎに発展しました。8月13日の阪神戦では最悪の事態が起こります。紺野龍太が投げたボールが阪神梅野龍太郎の左手首に直撃。病院での診察の結果、梅野は左尺骨の骨折と判明します。試合後、阪神の監督の岡田彰布は梅野の今シーズン復帰が難しいと説明。続けて、あそこで四球を投げる、そういう場面でもないし厳しいとこ行くね、カウントとか考えるとね、非常に困りますね、骨折まで行くとね、と怒りを噛み殺しながら語りました。梅野の打席はワンアウトランナーなし、フルカウントという状況。厳しく攻める場面でもないのに、なぜインコースに投げるのかと疑問を呈しました。8月19日の中日戦でもヤクルトは主力選手にデッドボールを与えます。中日の4番石川昂弥の頭部へ小沢がボールをぶつけました。石川はその場にしゃがみ込み、自力で起き上がることができません。結局石川は担架に乗せられ退場しました。8月18日の試合でも石川と宇佐美慎吾に、そして19日には細川誠也と再び石川にデッドボールを与えたヤクルト。主軸選手ばかりを狙ったかのようにデッドボールを与えるヤクルトにファンから非難の声が上がりました。脳震盪特例措置で一軍登録抹消となった石川の後遺症が心配されましたが、幸い大事に至っていません。デッドボールから1週間後の8月26日に石川は検査を受け、練習を再開しています。石川の、もう大丈夫です。試合に向けてしっかり準備をしていきたいと思います。とのコメントに中日ファンは安堵したでしょう。他球団にも影響を及ぼすヤクルトのデッドボール数増加の原因は何なのでしょうか。四球増加の理由。ヤクルトは以前からデッドボールの多いチームだったのでしょうか。参考までに2018年から2022年までの5年間の数字を見ても、リーグ最多のデッドボール数となったのは2018年のみです。2018年シーズンのヤクルトのデッドボール数は53個でした。巨人と阪神がそれぞれ51個、中日も50個のデッドボールを記録しており、リーグ最多といってもヤクルトだけが多いわけではありません。
2020年シーズンは新型コロナウイルス感染拡大で試合数が143試合から120試合に縮小されました。試合数が大幅に減ったにもかかわらず、巨人は2018年シーズンの数字を上回る59個のデッドボールを与えています。対照的に2020年シーズンのヤクルトは広島と並びリーグ最少の28個。2020年に巨人は優勝し、広島は5位、ヤクルトは最下位でした。巨人のデッドボール数は常にリーグ上位。優勝を争うチームは厳しい勝負が増えるため、デッドボール数が増える一因となるようです。ヤクルトが優勝した2021年は50個、2022年は59個と、それぞれ試合数が戻ったこともありますが、デッドボールが増えました。また野球評論家の高木豊は、ヤクルトのデッドボール数が増えた原因は野村克也の指導の影響だと指摘します。野村がヤクルト監督に就任した1990年、高木は横浜の前身太陽のレギュラー選手でした。野村就任以前のヤクルトと太陽はセリーグの最下位争いの常連。しかしヤクルトって昔から野村さんが監督になってから多いんだよ、厳しいところを行けっていうのが、と高木が語ったように、野村の指導のもと以前とは違うピッチングを展開します。野村就任2年目の1991年に11年ぶりに A クラスの3位、1992年には14年ぶりのリーグ優勝、そして1993年には日本一となったヤクルト。万年 B クラスからの脱却には厳しいコースを攻める勇気が必要だったのでしょう。野村監督時代のヤクルトもデッドボールをめぐるトラブルがありました。1993年9月19日の巨人戦、巨人の橋本清が投じたビーンボールにヤクルト金森英治が激高します。両軍総出の乱闘となり、投手コーチの堀内恒夫のユニフォームは破れ、メガネが破壊されました。さらに1994年5月11日の神宮球場での巨人戦でも乱闘が起きます。2回表にヤクルトの先発西村達治が巨人のキャッチャー村田新一にデッドボールを与えたのが発端でした。そして7回表に西村が巨人のダングラッテンの顔面付近にボールを投げたのを機に乱闘が起きます。激高しマウンドの西村に向かったグラッテン、ヤクルトのキャッチャー中西近氏は止めに入りました。しかしグラッテンは中西のマスクを手で払いのけ、中西に殴りかかります。マスクを払った際にグラッテンは骨折し、シーズンを棒に振りました。1990年代初期のヤクルト対巨人戦は常にピリピリとしたムードがあったのです。このような伝統的なインコース攻めが加速し、2023年のヤクルトのデッドボール増加につながったと高木は分析しています。しかしデッドボール絡みの乱闘は近年すっかり減りました。その原因を高木は、今は仲がいいからみんな、今は WBC とかオリンピックでプロだけでチーム組んだりとか、そういうつながりでみんな仲良くなっていると話しています。そして乱闘は減りましたが、最近の NPB ではヤクルトのデッドボールのように新たに問題視されるプレーが起こりました。問題のプレー。新たに問題視されているプレーは、コリジョンルールをめぐる解釈です。コリジョンルールとは、ホームベース上でのキャッチャーとランナーの交錯を避けるためのルールで、NPB は2016年から採用しました。キャッチャーはランナーの走路を邪魔してはいけません。つまりホームベースをブロックすることが禁止となったのです。また、ランナーも故意にキャッチャーに体当たりすることが禁止されました。禁止行為があった場合は判定が覆ることがあります。2016年6月14日の広島対西武戦はコリジョンルールで勝敗が決まりました。9回裏のサヨナラの場面で二塁ランナー赤松正人はホームへ突入します。しかし西武のキャッチャー上本達之にタッチされアウトになりました。ところが上本の立ち位置が赤松の走路を邪魔していたとして、広島監督の尾形浩一がリクエストを要求。
審判団が協議した結果、上本はコリジョンルールに違反したとして判定が覆り、広島はサヨナラ勝ちしました。コリジョンルールで勝ちを拾った広島ですが、2022年にコリジョンルールをめぐり非難されます。2022年6月22日の阪神戦、ツーアウト1、2塁で近本浩二がヒットを放ち、二塁ランナーの中野拓夢はホームに突入します。しかし広島の相澤翼は中野の走路を塞ぐ位置で外野からの返球をキャッチしました。両者は激しく衝突します。相澤はボールをこぼしており、中野の得点が認められましたが、相澤の守備位置はコリジョンルール違反ではないかと話題になりました。相澤は2022年9月8日の中日戦でもコリジョンルールで話題となります。ワンアウト2、3塁で土田龍空がスクイズ、相澤は森下正人からのトスを三塁ランナーだったアリエル・マルティネスの走路上で受けます。相澤と激しく交錯したマルティネスはタッチアウトとなりました。しかし中日がリクエストを要求、協議の結果相澤のコリジョンルール違反が認められ判定が覆りました。コリジョンルールを理解していないような相澤の相次ぐプレーに批判が起きたのも当然でしょう。2023年8月18日の横浜対阪神戦での京田陽太のプレーも物議を醸しました。1点を追う阪神は7回、熊谷隆弘が2塁へ盗塁を試みました。判定はセーフでしたが、横浜がリクエストを要求します。検証の結果判定が覆りアウトになりました。すると阪神監督の岡田は、京田の足が二塁ベースを塞ぐように入っており走塁妨害だと抗議します。判定に納得しない岡田は退場も辞さない覚悟で審判団に食い下がりました。しかし熊谷がアウトという判定は覆らず試合再開、試合は1点差のまま阪神が敗れました。試合後も岡田の怒りは収まりません。キャッチャーからの送球を取る際に体勢を崩したようにも見える京田のプレー、しかし京田の足は完全にセカンドベースをブロックしており、偶然と呼ぶにはあまりにできすぎたプレーでした。選手同士が交錯しての怪我を防ぐためコリジョンルールを導入した NPB、 しかしいくらルールを制定してもそれをかいくぐるようなプレーが横行しては意味がありません。選手が怪我することなくクリーンなプレーをすることを多くのファンは願っているでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。